はい、皆さんこんにちは。ただいま大阪環状線西九条駅で別の動画の撮影を終えたところ、これからいつもの尼崎駅方面へ戻っていきます。さて、大阪駅で JR 神戸線に乗り換え、ちょうど快速列車が到着したので、それに乗って一駅尼崎へ向かいます。と、そこで隣から勢いよく先に出ていく列車があります。この列車と同時刻に発車する宝塚線区間快速新三田行きです。この快速列車は発車に手間取り、少し遅れて発車。同時刻発車の区間快速はもう目視できないほど先に行ってしまっているようです。この大阪から尼崎までの間は、JR 神戸線の列車の他に尼崎で合流分岐する JR 宝塚線の列車も一部乗り入れています。日中には宝塚線の快速系列車と神戸線の快速列車がほぼ同時刻に発車するダイヤが組まれており、並走バトルがかなり発生しやすくなっているのですが、今回は区間快速がかなり先まで逃げている展開、並走バトルにはならないかと思って見ていると、おや、もはや目視できなかった区間快速が遥か向こうに見えています。区間快速の姿を捉えたからか、快速列車は駅の直前で再加速、ラストスパートにかかります。外川線を走る区間快速、到着の2番線に入る前に60キロの速度制限を受け、減速を余儀なくされますが、こちらは速度制限なし、高速で駅へ突っ込んでいきます。お、これは意外にいい勝負だぞ。区間快速を完全に捉えた神戸線快速列車、扉が先に開いた方がこのバトルの勝者とすれば、勝つのは一体どちらになるのでしょうか。列車は尼崎駅に到着。ホームに降りてみると、すでに向かい側には区間快速が到着済み。勝負はほぼ互角だったようです。先に神戸線快速列車が発車。この勝負、先に扉が開いたのはどちらなのか。スローモーションで見てみると、こちらが開くよりも先に、お、区間快速の方が先に開いています。今回はほぼ数秒差で区間快速が逃げ切った勝負となりました。これが競馬などの勝負ならかなり盛り上がっていたことでしょう。今日も大阪尼崎間では頻繁にこのような並走バトルが起きていることでしょう。皆さんも実際に目の当たりにしてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございました。